どうも、エルザレットです。それでは、デスストランディングやっていきましょう。今回は重要なカメラを落としたということなんで、そちらをね、探しに行こうかと。まあ、これはね、近い方なんで、まあまあ、ちゃっちゃっと撮っていきますか。どうサルトライフ。プロテクターはいいかな。あ、でもこれ。あ、リサイクルできんわ、このあたりは。で、重要なのは。あれ、これもしかして受け取ってないパターンだね。まあ途中に寄ってからしようかな。あれ、今取れてなかったんだ。しゃあない。結構往復系が多いね、今回ね。ここのサウスノットに来てからね、K7。それはそれで、大変。大変。大変やな。さあ、橋を渡って、そこでちょっと立てようかな。サム、おい、目標の荷物を見つけたか。どうやら誰かが持ち歩いているようだ。で、素材がないから作れないと。困ったもんだな。どうしたもんかな。あそこか。さあ、止めた。さっき誰かが持ってるっつったよね。あいつどういう動きするかな。入った。おお、意外とこうやって隠れると便利だね。1、2、3。
やっとか。防御力上がってんな。ガードを外してドンと。それが欲しい。こっち。さ、今のうちに走って。隠れて、意外としつこいのね。タイミングバッチすぎるだろ、使う。では。おいっと。さらばだ。拾っとこ。一応逃げ切れたって感じか。あれ、これ全然持てなかったっけ。はい、ということで戻ってきました。結構ね、音楽入ってくるんで、早送り今回多めになりそうな気がするな。さあ、結果は S だね。まあ、結構挿入が多かったな。いや、マジ。
さあ、これでカエラル通信がまた、つながったね。いやー、でも、結構、もう、つなぐだけつないだ感じするけどね。そろそろ。そろそろ次の段階に行っても良さそうな気がするんだけど、さあカメラマンと、カメラね、ショットガンか、ここでショットガン手に入るんだ。お、ハートマン。はあ、実は私たちが初めて遭遇した現象ではないかもしれない。かつても起きていたかもしれない。地球が誕生してからバクテリアから恐竜に至るまで多くの種が生まれ滅びた。特に大規模な5回の絶滅期をビッグファイブと呼んでいる。もちろんそれ以外にも小さな絶滅はこれまで何度も起きている。彼らはその絶滅を記録し伝えようとしていたんじゃないだろうか。地球生命の歴史上初めて記録されたデスストランディングだ。それは私の仮説を裏付ける証拠と言える。私のところまでカイダル通信がつながればもっと多くの謎が解明されるかもしれない。待ってるよサム。よし、いいぞサム。 BB28 のバイタルデータは理想値に近づいてきていると言えるだろう。さっきはっきりと目を開けたんだ。何か探すようにキョロキョロしたりしてな。俺と目が合ったんじゃないかな。一瞬だが俺を見て笑った気がする。あんたに返したくないな。愛着湧きすぎやろ。ただ周辺の快楽濃度にまだ少し不安がある。あと一箇所だけ繋げられないか。あと一箇所ね。あと一つか。そして、音楽がね、音楽が入らないようにちょっとね早めに閉じたりして、ショットガン受注。
さあ、音楽もいい感じでしたね。結構この辺りのミッションでは音楽が入るね。いや、雰囲気的にすごくいいんだけど、見てる方にとってはね、全くその音楽を聴かせてあげることができないんで、残念だなという感じなんだけど。まあまあ、ぜひ音楽聴きたいという方はね、買っていただくといいんじゃないかと。さあ、時行き。お、バイク用の、バイク用と、雪山用のバイクがあるといいんだけどね。さらに上がっていってって感じか。降りる分にはね、下るというよりかは落ちるっていう表現が合ってると思うけど、ほんとね、下がる分にはね楽なんだけどね。おお、ぼちぼち。さて、まあ斜面がやっぱきついからなかなかだよね。さあ、置いて置いて。さあ、次のミッションはなんだ？サブブリッジズ、あなたに荷物を届けてほしい相手がいます。ちょっと変わった人なんです。私にはよくわからないのですが、ここよりもさらに高い山の上で変わった研究をしているんです。本人が聞いたら怒るかもしれませんが、いわゆるオカルトの研究のようです。彼女はこの世界と宇宙の神秘を探求しているそうです。私が以前山中で拾った手形のついた石片があるんですが、それを届けてもらえませんか。喜ぶと思います。彼女に一度話したらオーパーツだって騒いでたんです。でも私には本当かどうかは分かりません。 UCA に加盟したこともあって、デスストランディングを独自の方法で究明しようとしている人が多くいることを知りました。私に理解できないというだけで、彼女も真剣に研究しているんじゃないかと思ったんですよ。へえ、いい心構えだね。その配送端末で依頼を受けてください。さあ、受けるか。さあ、スピリチュアリストへの発見された石片を届けると。
さらに登るのか。マジか。そしたら持っておいた方がいいだろう。てか1個かなと思ったら3つぐらいか。いや、そりゃおみーわ。お、久しぶり。カイラル濃度が異常に高い渦が観測されているの。私がいるマウンテンノットに少しずつ近づいてる。データ上では測定されているけど、肉眼では見ることができないの。あなたが戦場に行ったと言っていたあの時と同じよ。君は今あの時と同じと言ったか。キューピッドは理論値の通り安定してるけど、また嵐が来る想定はなかった。また嵐が来る。嫌な感じがするの。君はママか。そうよサム、久しぶりね。そう、私はロックネでありモリンゲンでもある。ロックネと二人で一つ。物質世界ではもう二つの名前に意味はないのかも。これからもロックネを通じてつながれるわ。なんかすげえことになってたの。ここからだ。次はこっち。これね、めっちゃ助かる。ありがとう。これは押しておこう。進む先がね、接続先につけていくと。いやー、これいいよ。帰りもだいぶ楽だからね。降りると。下に向いてるが横か。いやー、ここあたりは濃いなー。全部劣化がひどいのはもう避けられない感じだね。アウトじゃん。にゃー、やばいな。まあでもこれを進むしかないからね。
持って。荷物ケース？なぜ装備が外れている？あとまあ靴のおかげか。いやー、ここに来てホワイトアウトを受けるってなか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 よ。残り切れば、オカルトの人のところにはたどり着くと。さらにだ。ね、BB にもやっと会えるはず。ホワイトアウトです。気をつけてください。もうマス受けてるって。何故か。俺はぐるって回っていくか。うん、草津の方が良かったね。いやー、めっちゃ大変。最後にまた山。ん？城崖やね。こう来たら。ちょっと遠回りだが、こんな感じで。大丈夫だと思うんだけどね。これはもう道次第だ。意外といけるね。いけた。いやー、なんとかホワイトアウト抜けて来れたね。スピチリアリスト
いやー遠かったわ、ここまで。さあ納品。人類誕生以前のものです。私はこれの年代測定をして DS の秘密を解き明かします。それが分かれば生命の神秘、宇宙の秘密も分かるでしょう。この山は実は古代のピラミッドなの。私はそう信じてる。だからここはビーチに一番近い場所。この場所にいれば私たちはパワーがもらえる。カイラル通信もその恩恵を受けているのでしょう。喋りすぎましたね。荷物を拝見します。まあ完璧っしょ。ありがとう。これはとてもいい状態です。いやーだいぶね迂回してきたけど、安全性が40と気絶耐性アップ。では帰られ。さあ帰られ、通信をつなげて。いやここ一帯はもうほんとつけたね、いろいろね。これから石片の年代を測定します。結果が分かったらあなた方ブリッジズにもお知らせします。いろいろとありがとうサム。いいものを見つけたらまたここに持ってきてもらえますね。待ってますよ。持って行って、これはきっとあなたを助けてくれるはずです。お、なになに、ん、お守り、アクセサリーね。ありがとう、また会えるわ。よくやってくれた。 BB28 の経過は良好だ。ホームシックにかかったような症状も現れていない。つまり記憶をなくしたんだろう。あとはあんたが実際に繋いでみて確かめてほしい。そのためにも一刻も早くあんたに BB を返したいんだが。返したくない。いやそうじゃない、私は返せないんだな。どうした。まずいことになった。巨大な嵐がマウンテンノットシティの方に向かってきているんだ。 K7 に来てんのか。をするために施設の表に出ていたんだが、おかげで戻ることができなくなってしまった。マウンテンノットシティの北東、山の中腹に小屋がある。そこで合流しよう。へえ、そんなところあんのか。さあ、ちょっとね、輸血系が欲しいのよね。
嵐かっていうぐらい今雷がね。おお、やべえことなってんな。さて、ここここ降りていくのが一番か。その方向に行くしかないんだよね。登っていくか。まあ荷物がだいぶ重かったからね、かなり体力を消耗してるよね。体力がね。さあ、からこっから降りていってたね。こここれじゃダメ、これもダメ。ドンと。いや、これは上降りて右側だな。あ、意外と自由度ねえな。そしたら左から行くか。降りなくて意外と自由度ねえな。
危ない危ない。これがどこまで続いてるかだよね。いひいや、すげえことになったな。で、もう一回使った方がいいか。さっきみたいにまた戻りそうだしね。これがどうなるか。結晶の数もすごいんだよね。さあ、密会場所へ。ん？真っ白に。いや、吸い込まれていったね。マジか。顔。いやー。ここまで。ここまで来るの大変よ。さあ行こう。あら、またビーチ飛んだか。あ、飛んできたか、とうとう。BB 持ってたからか。え？どういうこと？
ああ、タールがめっちゃこぼれてる。しかも繋いでるわけじゃないのにね。あ、繋いだね。片目だけ開いたね。あの意味は何なんだろうね。あれ、また、いや、同じか。いやー、 BB の記憶の中にいるお父さんか。おー、BB と同じウィンクした状態だったね。エピソード7、クリフォード。マジか。これで進んだか。あ、サブも飛んできてたね。サム、サム、デッドマン、よかった、あんたとは繋がったようだ。どこにいる？さっぱりわからない。兵隊や戦車を見た。おそらく一世紀以上前の第二次大戦当時のものだ。サム、兵隊を連れた男は見たか？いや。あんたが言っていた男だ。あれはおそらく BB を狙っていたウォーリア。帰る鍵を握ってる男か？わからない。俺だってまだ2度目なんだ。 BB なしでは奴らの場所もわからない。 BB ならここにいるぞ。治療も終わったあんたに渡せる。どこかで落ち合おう。あんたがいる場所に何か目印は？地下の水道の中だ。待ってくれ。天井の穴から塔が見える。ああそうだ、この真上に四角い塔がある。わかった、塔の下の地下水道の中だな。そこで待てるか？もちろんだ、一歩も動かない。まあ動きたくはないわな。なんだサム。言いにくいことなんだが、あのウォーリアは BB を狙っている。だから。だから考えてみろ、あいつらの目的はその BB なんだ。大変だ、早くここに来てくれ。くれぐれも BB と接続するなよ。奴らに位置を知られる。なんだって。赤ちゃん、もう接続したね。さっき恐怖のあまり BB と繋いだ。接続は切っておけ。今切った。奴らに渡すなよ。
約束はできない。奴らが来たら BB を放って逃げるかも。まあ、俺を恨まないでくれ。そうだね、命よりっていうところだからね。通信を切るぞ。サム、俺はこの通り一人者だ。妻も子供も友達もいない。だからこそ俺は死者に興味を持ったんだ。俺のこの体の 70% は死者の臓器でできている。マジで？あんたとは何かを感じる。特別な何かだ、サム。それでデッドマンっていう名前か。はい、ということで、今回ここまでにしましょう。キリがいいんでね。いやー、この後は、続きは次回やっていきたいと思いますので、ボス戦だね。はい、気になる方は見に来てください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまた。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。